おい、お待たせ。まあ、まだあんのか。こんなに食えねえぞ。大丈夫ですって会長、食うのは若い俺らに任せてくれりゃ。私らはまだ全然いける、心配いらないよ。いただきます。さっきから食ってばっかで何も話せてねえじゃねえか。確かにうめえけどよ。じゃあ俺が議事進行しよっか。これが久米君、ブリーチジャパンの横浜支部長。次の総選挙でこの地区から立候補するって御仁だよ。青木亮がこの偉人帳を自分の色に染める手始めが彼ってわけだね。ここだけじゃねえ、全国でブリーチジャパンの支部長たちが出馬するんだろう。そうみたいだね。となりゃもはや日本中がなるようにしかならねえ。今青木知事の人気に対抗できる勢力はどこにもねえんだからな。ちなみに星野会長は久米は当選確実って読み？まあな、久米は絶大な青木人気の後ろ盾だけじゃなく、サポートも全力でやってもらえるだろうからな。やはり手がてえとこだろうな。ああ、しかも青木亮にとってここ偉人町は特別な意味を持つからな。かつて荻窪豊の王国だったこの町を取ってこそ、その後継者を名乗れるということは誰より理解しているはずだ。そうだな。たとえ日本中の他の地域で民事党が勝ったとしても、この偉人帳を取らねえと意味はねえ。どんな手を使ってでも勝ちに来るだろうな。そうだね。ああ、やっぱり納得いかねえな。ですよね。何がだ？だってそうでしょ。このままじゃやられっぱなしですよ。しかし、ほっといたら結局勝つのは若です。でもブリーチジャパンなんて近江連合を手足で使ってる限りなくブラックな連中ですよ。そんなのが偉そうにグレーゾーンの排除だとかヒーロー気取りで抜かしやがって、おまけにこのまま日本を牛耳るだなんて、そんなの納得いくわけねえでしょ。だが相手は政治家だぞ。さすがにその領域に手出しは。情けねえこと言うなよ。あんたたちは自分らなりのやり方でずっとこの町の弱いもん守ってきたんじゃねえのか。それ偽札作って偉人帳の均衡を保ってきたことはお世辞にも褒められることじゃねえよ。でもあんたらみんなこの町の世話になってこの町に恩があるって気持ちに嘘はねえんだろ。それに偽札の話だって最初に持ちかけてきたのは荻窪だ。でもここにいる誰一人として金儲けがしたくてその話に乗ったんじゃねえ。元はといえこの町で起こる抗争を止めるためだ。もしこのまま黙ってちゃ偉人さんの名が廃るってもんですよ。おい、ちょっと言い過ぎじゃねえか。調子に乗ると私も黙ってられないね。ちょっと待った、僕は春日君に同感だね。お前、俺らは確かにグレーゾーンの住人だよ。表立って自慢できる生き方もしてこなかった。でも自分の部下や家族を食わせるっていうプライドだけはあったよ。それについちゃ孫妃も同じじゃない。今ここで引くってことは自分らの過去を丸ごと否定することだよ。俺はハンピン・リューマン全員の命をあんたに預けたんだぜ。このままじゃカッコつかねえだろ。ここは新しいリーダーの最初の仕事だと思って力貸してくれ。わかった。墓地の会長、
俺からも改めてお願いします。お知恵をお貸しください。ああ、分かったよ。ったく、ただご馳走するって言われてきたんだがな、すっかりのおそろいちまった。ただほど高いものはないからね。よし、じゃあ行ってやりましょう。調子に乗ってる若造に一矢報いてやるか。でも手始めにどうするか。そうだね、目標を定めないと。そこはやっぱ決まってるでしょ。あ、何？若のメンツを潰すことさ。つまり。つまり？この町の選挙で久米が落選すりゃいい。久米を落選させる？どうやって？いや、まだそこまではわかんねえですけど。でも、もしやれたらざまみろって感じですよね。簡単に言うんじゃねえよ。じゃあ襲って立候補できない体にでもするか。ならうちの暗殺部隊が。殺す気かよ。抵抗されれば最悪の場合は。そういうのはダメ。それにそんなことしてもすぐ次の立候補者を立てるだけだよ。向こうは勝つまで辞める気はないでしょう。勝つまで辞めないか。うん、それで。え？つまりこっちが普通に選挙で勝ちゃいいんだ。久米より票を取れる候補者立てて思いっきり任す。でなきゃ若の花は明かせねえ。まあ筋は通っちゃいるが、久米より票を取れる人間って言われても。ま、相手は久米っていうより青木亮の人気が票の源泉だけどね。星野会長、誰かお心当たりはありませんか。あいにく思い当たる人間はいねえな。今まで荻窪という存在が大きすぎたせいで、この町やまともな対抗馬が育たなかったからな。選挙の時はいつも形ばかりの対立候補がいただけだった。じゃあ、いっそ星野会長が出馬ってのはどうです。なんだと。だって地元じゃ顔も広いし貫禄もあるし。こん、いくら維新庁でも極道が当選するわけねえ。当選したら下で世も末だ。確かに。誰ら探してみる。青木亮に勝てる候補者をな。お願いできますか。かまめが俺にだけ骨折らせるつもりじゃねえだろうな。はい。選挙ってのは金がかかるんだ。候補者見つけたとこでその金まで俺に出せってのか。先に言っとくけど、今うちに金の余裕はないよ。いかほどかかりますんで。全部出せとは言わねえ。だが立候補するには供託金300万ってのが現金で必要だ。300万、俺に用意しろと。でかい喧嘩売ろって人間がそれぐらいの金作らなくてどうすんだよ。はあ、会長の言う通りだね。どうする、春日君。いただきます。これうめえな。カリッと焼いた豚肉が最高だ。気に入っていただけたようでよかったです。そんな春日さんに韓国独特のおすすめの食べ方があるんですが。お、なんだなんだ。素直に教えてもつまらないのでクイズとしましょう。サムギョプサルに合う食べ物はどれでしょうか。エゴマの葉か。お見事、正解です。
エゴマの葉はシソの仲間で、脂っこい肉にエゴマの風味がとても合い、おすすめなのです。へえ、そいつはうまそうだな。合わせて食ってみよう。ごちそうさま。あ、懐かしい。ん？写真館か。小さい頃ここで家族写真撮ったんだよね。私もナノハも緊張して全然可愛く写らなかったんだよ。それなのにショーウィンドウに飾られちゃってさ。昔から美人姉妹だったってか。まあそれは否定しないけどね。あれ、でもこの写真館潰れちゃったんだ。時代の流れだな。最近は家族写真を撮る家庭も少ないしよ。そっか、ちょっと寂しいな。私の家族写真まだうちに残ってるかしら。たとえ写真がなくなったとしても、撮った時の記憶が残ってる方が大切じゃねえか。そうだね。ねえ、今度みんなで写真撮ろうよ。写メでもいいからさ。ねえ、そうだな。おい、この映画面白かったよ。まさか手帳が伏線に。おいおい、待て待て。え？それ後で見ようと思ってたんだ。ネタバレは許さねえぞ。足立さん、そういうの苦手なのか。足りねえだろ。純粋な気持ちで見られなくなる。ラスト5分のどんでん返しにあなたは絶対騙されるとか、そんな宣伝文句すら俺は嫌なんだ。なんでだよ。何も知らない状態でどんでん返しを食らわないとつまらねえだろ。知ってたら身構えちまって素直に見られねえや。足立さん、純粋なのね。だったら公開初日に見に行きなよ。体は万全だ。春日君、資格学校に通ってるんだって。ああ、まさかこの年になって資格取るとは思わなかったがな。受かると結構嬉しいもんだぜ。何か俺にも取れそうなものあるかな。資格って何も持ってないんだよね。調理師とかどうだい。料理うまいし。なんかもっとこうしっくりくるようなのがいいな。暗殺検定とかない？それなら私も取りたいですね。小手調べに準2級くらいかな。そんな物騒な検定ねえよ。絶好調だ。それでは。ああ。すまねえ。いえ。春日さん。おお、やけに今日は元気じゃねえか。あのね、マー君の手術成功したんだ。これからお見舞いに行くの。本当か、よかったじゃねえか。うん。それでね、これマー君のためにお金をくれた人からのお手紙なんだ。家族で互いを思い支え合う姿に心を打たれました。このお金はほんの気持ちです、ま、今まで頑張ってきた以上にこれからは皆さんが家族の時間を過ごせるよう陰ながら応援しています。だって頑張ってきてよかったよ。ああ、ほんとよく頑張ったな。弟の手術が無事に終わったってことはもう募金活動も終わりか。うん、マー君のことを助けてもらった分、今度は私が他の人を助けてあげたいって思うの。だから募金は続けるよ。そうか、
めぐみらしいな。きっとその手紙くれたやつも喜んでると思うぜ。うん。あなた、そろそろ。ああ、もうこんな時間か。それでは春日さん、いろいろありがとうございました。おう、またな。おじさん、本当にありがとうね。え？あ、ああ。それじゃあ。あいつ、なんだか初めて会った時よりも大きくなった気がするな。いい姉貴になるんだぜ。頑張れよ、めぐみ。なんか小腹減ったな。コンビニでなんか買おうぜ。ポテチ食いてえな。ポテトチップスもたまにはいいですね。私のり塩が好き。男は黙って薄塩味だ。分かってませんね。そこはコンソメでしょ。分かれたな。足立さんは何味が好きなんだい？俺は胃がもたれるから量が少なければ何でもいい。昔は一袋余裕だったんだがな。ああ。みんな好きなものをそれぞれ買っていこうか。そうですね。美味しく食べられる今のうちに。おい、しんみりすんじゃねえ。俺はまだ食えるぞ。無理しないで。今度ふかしいも作ってあげるから。余計傷つくから変に気遣うのやめろ。ガンガン。なんだ。え？ありがとうよ。おう。いいえ。あ？
しろ。はい。なあ、はい。ようナンバ、一緒に飲まねえか。うん、すまねえ。今から買い出しに行かなきゃならなくなってよ。買い出し？マスターに付けの支払いを待ってくれって言ったら、交換条件で買い出しを命令されちまってな。めんどくせえ。それで支払いを待ってくれるんなら安いもんじゃねえか。まあな。じゃあちょっくら行ってくるからよ。の、気をつけてな。この年になってお使いか。俺も落ちぶれたもんだ。難波に水江ちゃんの見送りをさせてやりたい、そう思ってるんだろう。マスター、なんでその話を。客同士の話には口を挟まないのがモットーだが、時には例外もある。ってことは、難波が俺に打ち明けた時、マスターも聞いてたんですか。盗み聞きの趣味はね、偶然カウンターから聞こえちまっただけだ。難波の話に思い当たる節があってな。思い当たる節？俺がたまに顔を出すスナックがあるんだが、そこに最近新しいホステスが入ったんだ。名前は双葉と言ったかな。それがどう難波と関係が。その双葉ってのは最近まで看護師だったらしい。それで看護師時代のあれこれを話してたんだが、その中に病院で起きた薬の盗難事件ってのがあってな。警察の捜査が入る直前に男性看護師が横流しを自供してクビになったってよ。え、それってもしかして。確信はないが、難波のことかもしれない。ってことは双葉は最近まで難波と同じ病院で働いてたってことになる。だとしたら
水江ちゃんの渡航の日も知ってるかもしれないだろう。そのことを難波には。いや、話していない。本人が言ってただろう。横流し犯の汚名がある以上、元同僚には会えねえと。だけどな、お前が双葉から聞き出すことができればどうだ。なるほど、マスター、ナイスアシストだぜ。ただし、双葉から渡航日を聞き出すことは難波に内緒にしておけよ。はい。俺たちが勝手に双葉に会ったと知れば、難波はいい気がしないっすからね。さっきスナックに電話して双葉をよこすようママに頼んでおいた。もうすぐ来るはずだ。ここに双葉が？だから難波を買い出しに行かせたんですね、マスター。つくづくナイスアシスト。ただし、バーテンができることは客同士をつなぐアシストまでだ。あとはおめえに任せるぜ。バッチリゴールを決めてみせますよ。なんかママからここに行くようにって言われたんですけど。双葉さんかい？そうだけど、あんた誰？ちょいと聞きてえ話があったら。まあ座ってくれよ。さっさと終わらせてくれます？今日はスナックが休みだからパチンコに行きたいの。ちょいと小耳に挟んだんだが、あんた元看護師だったんだってな。だったら何よ。同僚が薬の横流しでクビになったとかって。男の看護師の名前覚えてるか？覚えてないわよ、名前なんて。思い出してくれよ、俺の友達かもしれねえんだ。覚えてないって言ってるでしょ。メガネかけたネクラな男よ。そりゃ難波だ。ああ、そんな名前だったかもね。もしもーし。え、マジで確変なナレちゃん？すぐ行くからその台押さえといて。誰にも打たせちゃダメよ。待ってくれ。同じ病院に水江ちゃんって看護師もいただろ。その子が。うるさい、それどころじゃないの私。おい、ちょっと。ナンバー、もう帰ってきたのか。早いな。いや、マスターから渡された買い出しメモを忘れてな、取りに戻ったんだ。それよりよ、今ここから誰か出ていかなかったか？え、後ろ姿しか見えなかったけど、女の人が飛び出していったろ。さあ見間違いじゃないのか？誰も言いやしねえよなあ、マスター。あ、おう。ん、なんかお前ら様子がおかしいぞ。バカ言え、そんなことは。もしかしてお前ら俺に内緒で誕生パーティーを企画してたんだろう。え、もうすぐ俺の誕生日だろ。だからマスターとサプライズパーティーの計画を立ててたんだろう。そうなんだよ。あっちゃー、バレちまったか。やっぱりそうだったか。お前はそういう粋なことをしてくれると思ってたよ。え、どんなパーティーを計画してんだ？ちょっとだけ教えてくれよ。詳しくは言えねえが、さっきはマスターとカクテルの打ち合わせをしててよ。カクテル？ああ、酒が好きな難波のためにいろいろと考えててな。ってことはカクテルパーティーってやつか。おしゃれだな、おい。これ以上は言えねえよ、サプライズが台無しになるからな。楽しみだな。よし、買い出しから帰ってきたら一杯飲もうぜ。ねえ、待ってるぜ。だけど今度は財布を忘れたなんてオチはやめてくれよ。あ、そういや財布も忘れてたな。まったく。
社長。悪い、待たせたな。いいえ、私も今さっき来たところですから。おお、おめえの連れか。なかなか隅に置けねえな。そんなんじゃないって、うちの社員だよ、社員。社員？おめえホームレスもどきじゃなかったか？社長にでもなったのか？説明すると長くなるから、また今度話すよ。それより今日は祝杯をあげてんだ。景気のいいものを頼むよ。ふん、はいよ。それじゃあひとまず100位以内ランクインを祝して乾杯。乾杯。へえ、おいしい。しかし、いろいろとサポートしてくれてありがとな。俺なんかがなんとか社長やれてるのも、エリちゃんのサポートのおかげだぜ。何言ってるんですか。感謝するのはこっちですよ。もともと私がボンクラだったことが全ての原因なんですから。春日さんは私と違って、判断力も決断力もあるし、何より変な連中にもあまり騙されません。春日さんに来てもらって本当に良かったです。そういえば言ってたよな、悪い奴に騙されて事業を奪われたって。どんな奴なんだよそれ。実は横浜のすごく大きな企業の社長なんです。え、そんな奴に騙されたのか。はい、社会的地位もある方ですから、私も信用しきってしまって。そもそも私も会社を継いで間もなくて、右も左もわからなくて、誰かを頼りたいと思っていた時期だったんですね。そんな時に大企業の社長に甘い声をかけてもらえたので、ほいほい信用してしまって。結果身ぐるみ剥がされたと。はい。未だに思い出すと自分が情けない。まあでもそれじゃ仕方ないと思うぜ。俺も同じ状況に置かれたら信じちまうかもしれねえし。そうですかね。ああ、それによ、忘れちゃいけねえのは、悪いのは騙される側じゃねえ、騙す側だってことだ。反省するところはあるかもしれねえけど、あんまり自分を責めない方がいいぜ。春日さん、ありがとうございます。そうですね、過ぎたことをいつまでも引きずっても仕方ないし。なあ、大企業だかなんだか知らねえけど、そんなクソ社長は許しちゃおけねえ。俺たちが這い上がって成り上がってよ、そんな会社追い抜いちまおうぜ。そうですね、いっそ買収しちゃうくらいになりたいもんですね。奪われた事業も全部取り返して大企業ホールディングスにするんです。いいじゃねえか、その意気だ。俺たちならできるさ。だから明るく楽しく行こうぜな。はい。笑顔が戻ってくれてよかったぜ。実はなんだか悩んでるような顔してたから気になってたんだよ。あ、気づいてました、すいません。何か悩みでもあるのか。俺でよければ相談に乗るぜ。いえ、悩みというわけではないんですが、父のことを思い出してしまって。親父さんのことを。はい、その父が春日さんにとても似ていたので、喜ぶ春日さんを見て父を重ねてしまって、それでなんだか一瞬
感慨深い気持ちになってしまったんです。だから悩みとかじゃないですよ。心配かけてすみません。なあ、うん、っていうかエリちゃんの親父さん俺に似てるって、もしかして俺みたいに。僕みたいに美しく繊細な顔をしていたのかい？か、春日さん、そんなキャラだったんですか？ふん、そうさ。いや、冗談だ、すまん。変な人ですね。顔形が似てるわけではないんですが、雰囲気とかがすごく似てるんですよ。明るくて豪快で愛嬌があって、周りを自然と笑顔にさせられるとことか。だから春日さんと一緒にいると、父と一緒だった頃に戻ったみたいに思えて、すごく居心地がいいというか。そっか。もし親父さんがまだ生きてたら、いいダチになれたかもしれねえな。そうかもしれませんね。よし、なら、そんな素敵な親父さんのためにも、一層気合い入れて、一番成果を守っていかねえとな。エリちゃんの親父さん代わりになれるとは、到底思えねえけど、俺、頑張るからよ。エリちゃんも、いろいろこれからも支えてくれよな。俺一人じゃ、何もできねえんだからよ。はい、もちろんです。よろしくお願いします。でも春日さん、他にもやることあるのに本当に大丈夫ですか？え？まあちょっと大変かもしれないけど、仲間もいるし、なんとかなるだろう。仲間？なあ、一人じゃ無理だけどよ、俺には信頼できる仲間がいるんだ。だからきっとなんとかなる、そんな気がしてんだ。何無責任なこと言ってんだって怒られるかもしれないけどな。そうか、仲間か。ん？どうした？春日さん、一つお願いしていいですか？おう、なんだい？私を春日さんの仲間に入れてもらえませんか？え？だって春日さんは私のためにここまでしてくれてるのに、私は経営のサポートをするだけってフェアじゃないですよね。それに春日さんを日常的にサポートして負担を減らせれば、春日さんはより一層経営にも力を入れられると思うんです。それは会社の発展にもつながるし、やらない理由がないと思いませんか？でもよ、俺の仲間になるって結構多分、いや絶対大変だぜ。危険もかなり、いや相当伴うし。覚悟の上です。なるべく皆さんの邪魔にならないようにしますから。もちろんエリちゃんが参加してくれるのは嬉しいけどよ。お願いします。私借りっぱなしって嫌いなんです。もし春日さんがノーと言っても、意地でもついていくつもりですから。仕方ねえな。わかったよ、何があっても責任取らねえからな。上等です。それじゃ、新しい仲間ができた記念に、ようこそ俺らのパーティーへ。乾杯！で、というわけで今日からうちのパーティーに加わるエリちゃんだ。鎌滝エリです。よろしくお願いします。
本当にいいの？うちらに絡むと人生ろくなことにならないわよ。そうそう、危険な目に遭うことも多いし、酒癖の悪い連中も多いしな。それはあなたでしょ。大丈夫です。私、春日さんや皆さんにすごい助けてもらいましたから、恩返しがしたいんです。覚悟はできてます。そうかい。覚悟ができてんなら断る理由はねえ。改めてよろしくな。よろしくね、エリちゃん。はい、よろしくお願いします。よう、ヤッホー、カスガくん。へっ、この野郎、もうすっかり馴染んでやがんな、蝶。ああ、酒はやっぱボディーガードなしで飲む方がうまいよ。なるほど。その辺はさすがにハンピン・リューマンの元総帥か。俺の場合は生まれながらのね。そこらの人とはちょっと苦労してるとこが違う。ギャングの跡取り息子の愚痴ね。酒の魚には良さそうだ。人の人生をおつまみ扱い？ふん。まあ、春日君も苦労人だし、いっか。確かお前の親父さんがハンピン・リューマンの先代だったっけ。今はどうしてんだい？引退してから何年かして死んだよ。誰かに撃たれたり刺されもせず、ベッドの上で。そいつは良かったってことになるのかな。ギャングのボスだった割にはね。四六時中誰かに襲われないか警戒してたけど、ま、あんまり羨ましい人生じゃないよ。俺だって別になりたくて総帥になったわけじゃない。多分真淵なんかの方が組織のボスには向いてたろうね。マブチ、ラオマか。あれ、そういやお前、あいつのことどうした？オウミと手組んでたとこぶっ倒して、それっきり見てねえけど。ハンピン・リューマンが裏切れ者にするお仕置きといえば、まんじゅうの具にしちゃうんだよ。は？おい、じゃあマブチもか。嘘だろ。どうかね、俺がそんなことする人間に見える？もし真淵を殺したとして、それでも見捨てねえ。だから正直に言ってみろ、マジであいつはまんじゅうになったのか？優しいね、春日君は。真淵のこと心配してあげてんだ。俺には別に殺されてめでたいと思う人間なんていねえよ。でも真淵には野々宮ってソープの店長を殺されたでしょ。なあ、だから理想としちゃ真淵を半殺しにして、その後殺に突き出してやりたかった。ところが半殺しにしたとこへ近江の幹部たちが来た。それで真淵のことは忘れちゃってた。お前本当に真淵を殺したのか？結論から言うとだね、実は殺してない。そうか。なんかそんな気はしてた。なんで？なんつうか、お前はさ、変なこだわりみてえなのあんま感じねえんだ。組織がこうでなきゃいけねえってよりは、部下の手前ボスらしくしてただけっつうか。結構失礼なこと言ってるよ、春日君。でも実際真淵のことは殺さなかったんだろ。お前は多分閉じ込めたり拷問とかもしてない。狭い土地で生きてきた仲間同士だからね、その命取るほどのことなんてまずないんだよ。とはいえ今ハンピン・リューマンは損費の預かりじゃん。
彼女はマブチから見たらけじめをつけなきゃならない立場だ。コミジュルはマブチの陰謀で家を焼かれているし、それを閉めるとなったらもう殺すしかないよね。かもな。だからその前にマブチには俺が行って偉人町を出て行かせたんだ。町を追放するだけで済ませてやったってことか。マブチについて行った手下たちも何人かいたけど、偉人町に戻る気がある奴は許してあげた。つまり一旦リセット、全部チャーラー。孫妃もそれで了解してくれてる。寛大なこって。悪名高い偉人さんが丸くなったもんだな。マブチはハンピン・リューマンの稼ぎ頭で功労者だったしさ。まあ組織に内緒の仕事で溜め込んでもいたけど。お前そういうの知ってたのに見て見ぬふりしてたわけか。親父の代からいた古参の幹部たちは怒ってたよ。マブチは組織の掟をないがしろにしているってね。でも偉人町は日本でも屈指のグレーゾーンだよ。なら少しくらいのズルは多めに見なきゃ。なるほど。言えてるな。じゃあどこかで元気してるであろうマブチに乾杯といこうか。別にあんなやつどうだっていいけど。まあいいさ、寛大な元総帥に免じて付き合うよ。そう来なくちゃね。わかった。はい。
了解しました。わかった。あれ？どうしたんですか、春日さん。暗い顔されて。どうしたんじゃ。そんなパンチパーマが失敗したような頭になって。頭は前からだ。実はニックから新たに条件が出されたんだけどよ。そうなんですか。それでその条件っていうのは。株価ランキング20位以内と本社の移転だ。え？な。移転って、ここから、その、新しい大きい綺麗なビルとかに移るってことですか？そういうことになる、かな。すまねえ。嫌だよな。俺、勝手に突っ走って、二人の気持ち考えてなかったかもしれねえ。必要以上に会社をでかくすることが目的じゃねえ。今の一番成果を守り続けることが大事なんだもんな。それなのに場所を移すだなんて勝手だった。すまん。やっぱ俺ニックに言うわ。出資はもういらねえ。一番成果はこのままここに残って老舗の味を守ることだけにこだわりつ。いや、やったほへ。いいじゃないですか、移転。せっかくだから綺麗な新築のビルとかに移っちゃいましょうよ。キャー。いいの。実はわし、こっそり目星をつけていた物件があっての。駅近くの高層オフィスビルなんじゃが、そこにするのはどうじゃ。おいおい、ちょっと待てって。いいのかよ、移転しちゃって。いいに決まってるじゃろ。もともとうちも騙されて身ぐるみ剥がされる前はそこそこでかい会社だったんじゃ。ようやく復活への第一歩じゃよ、新社屋。
新証拠。それならよかったぜ。なら決まりだな。移転を検討しよう。そうじゃ、せっかくの機会なんじゃし、社名も書いたらどうじゃ。社名を？今のわしらは成果以外の仕事もやっておるじゃろ。ずっと一番成果のままだと他の授業をないがしろにしているように見受けられるかもしれんと思っての。確かに貸し会社というイメージがつきすぎることが足かせになっている授業もあるかもしれない。そう言われれば確かに。じゃあどんな社名がいいんだろうな。一番ホールディングスなんてどうでしょう。いろいろな事業を展開する企業はホールディングスとしてやっていくことが最近多いですし。一番ホールディングスか。なかなかすごそうな名前じゃねえか。俺はいいぜ。パーさんは？もちろん構わん。わしはこう見えて横文字大好きじゃからな。コケコッコもいいか。よし、じゃあ決まりだ。新社屋への移転とともに社名を一番ホールディングスに変更しよう。はい、一番ホールディングス。バレながらそれっぽくていい名前。さてと、じゃあ移転先の物件だがどうするか。あ、それでしたら私たちに任せてくださいよ。え、でも大丈夫か。はい、春日さんこの土地に来てからまだ長くないですし、地元のことは私たちの方が詳しいと思いますからね。わしらに任せておけ。最高の物件を用意しておく。本当か。はい、ドドンとお任せください。コスパのいい物件を探し出してみせますよ。わかった。なんだか嫌な予感がする。ようこそ一番ホールディングスへ。いやいいですね、新社屋。オフィスビル、いい眺め。本当じゃな。これならもっと長生きできそうじゃ。よかったのう、コケコッコ。確かに一気にスケールアップした感があるな。だけどよ、このビル高かったんじゃねえか。いやいや、笑顔でごまかすなって。いくらなんだ、高いんだろ。そんなことないよね。そんなことはないぞ。安い安い、気にするほどでもないぞ彼氏。あ、そうだ、私たちは用事があるんでした。ではでは。ん、なんだこれ。100億円。ひひ、バレた。お前らコスパがいいビルを用意しますとか言ってたじゃねえか。すまんすまん、最初はそう思ってたんじゃが欲が出たんじゃ。人間煩悩が108もあるからの、しょうがないじゃろう。いろいろオプションがありまして、いろいろつけていったら結局100億円程度に落ち着いたと。落ち着いたと、じゃねえよ。たく、20位以内に入らなきゃならないのに、いきなり大ピンチだぜ。まあでも今回の移転で扱える事業の数も増えますし、いろいろグレードアップしてますから大丈夫。このくらいちょちょいのちょいで返せますって。そうそう、
先行投資ってやつじゃん。過ぎたことは仕方ない、そうじゃろ？って、まったくよく言うぜ。ま、いいさ。なんだかんだで俺もこのビル気に入ったしな。確かにケチケチしてても仕方ねえ。じゃんじゃか稼いで、このビルじゃ収まらねえくらいでかい会社にしてやろうぜ。春日さん、はい、私も今まで以上に頑張りますから、よろしくお願いしますね、春日社長。ああ、よっしゃ、気合い入れていくぞ。笑顔が一番、一番ホールディングス。わかった。はい。おい、待てよ一番。なんだよ急に大阪に行くって。荒川の親さんには助けがいるんだ。この俺の助けがな。ミツから連絡があったんだよ。今親さんも蒼天堀に向かってるとこだ。なんで大阪に？俺もまだ詳しく聞いたわけじゃねえよ。蒼天堀っつったら近江の総本山じゃねえか。
お前向こうで素性を知れたらやべえだろ。よく考えろよ。でも助けがいるっておやつさんが言ってんだ。でそのおやつさんが大阪に向かってんだよ。だから俺も行くんだ。考える必要なんかねえ。足立さん、こうなっちまったらこいつは止めらんねえだろ。分かってるよ、ったく。でも一番よ、偉人町の方はどうすんだ。もうすぐ選挙だぞ。お前が青木亮に喧嘩売るって言うから俺らも付き合って今まで金稼いできたんだぜ。分かってる。とりあえず供託金の300万は作れたよな。その金は俺がこれから清流会に預けに行くよ。金はできても問題は残ったままです。まだ久米の対抗馬に立てられる人間が見つかってませんので。そいつは星野会長が何とかするって話だったろ。約束は守ってくれる人だ。こっちは金を用意して、あとは会長を信じようぜ。なるほど。では道中お気をつけて。ほらイケメン、勝手に見送ろうとしてんじゃないっての。本当に行くの？だったらみんなで行こうよ。いいね。俺大阪にはまだ行ったことないんだよね。いや、悪いが蒼天堀行くのは俺だけだ。足立さんの言う通り、向こうは近江の本拠地、やべえ連中のど真ん中なんだからな。それにこれは俺の個人的な理由からだ。お前らを巻き込みたくねえ。そんなこと言うなよ。俺たち仲間だったはずだろ。仲間だから頼んでんだ。俺にもしものことがあったら、あとは頼むぜ。勝手なことばっか言いやがる。まあとにかくよ、せっかく貯めた300万きっちり星野会長に渡さねえとな。行ってくるぜ。本当に親父はわざわざ蒼天堀まで出向かなきゃならなかったのか。ええ、渡瀬は若頭です。そして荒川の親父は渡瀬の代行の立場。渡瀬とは早めに一度顔を突き合わせて挨拶しておくのは当然かと。なるほど。なら
なんで今回に限って事後報告なんだ。親父の動きは逐一報告しろと言ってたはずだ。申し訳ありません、若。私も先ほど知らされたもので。そうか。ま、あとは何が起きるか見物だな。え、何が起きるかと申しますと？考えてみろ。渡瀬勝と荒川真澄、その二人が顔を合わせるんだ。ただ挨拶だけで終わるのか？そんなはずはない。親父は何か企んでるんだ。まさか何か企んでいるとは。近江の会長は寝たきりのままだろ。容体が回復する見込みは薄いと聞いてる。ええ、その通りです。じゃあそろそろ後目の話もしなくちゃならん時期のはずだ。いえ、そこまで差し迫っちゃいないはずです。ですが確かに渡瀬の出生期に会長が正式に後目を譲ると言い出す可能性はありますが。つまりそうなれば自動的に渡瀬が近江の会長に就任ってことだ。そしてきっとその時代がしばらく続くことになるんだろう。でももし後目の話が起きる前に渡瀬がいなくなると話は違ってくるよな。え？ふん。親父はそうなる前に渡瀬を消す気かもな。荒川の親父が？まさかそこまでやるとは。そうかな。カムロ町参詣作戦の時、俺は親父に登場会を売れと迫った。近江を引き込めと言った覚えはない。あれは親父が自分でやったことだ。しかし親父のやつうまいことやったもんだ。そう思わないか？ええ、親父のおかげでカムロ町から登場会が追い出され、参詣作戦の成功が世に広まり、俺の顔も立った。でも登場会が消えたそのどさくさに、自分は自分で近江を引き入れて、一躍登場会の参事から近江連合の大幹部へ昇進したんだ。ちゃっかりしてるよ。古臭い頭の切れない極道だとばかり思っていたが、正直あんなに変わり身がうまいとは思わなかった。つくづく権力ってのは魔物だよな。親父が渡瀬を消して近江を乗っ取ろうってのは俺にとって全然悪い話じゃない。身内が仕切る方が今後何かと都合もいい。ただ気になることもある。気になること？親父が渡瀬に会い挨拶だけで済ましたのならそれはそれだが、俺の読み通り渡瀬を消すつもりなら俺に事前に連絡すべきだろう。それはもし事前に連絡もなく渡瀬を消し、消した後も報告もないようだったら、それは俺への裏切りだ。絶対に許さん。親父が若を裏切るなんてことは。いや、裏切りだ。ヤクザが力を震えるのはあくまで俺の監視下でだけだ。俺の立場はもはや参詣作戦の時とは違うんだよ。表の世界の頂点に立とうという人間は裏の世界の情報も細やかに把握しておく必要がある。そのポリシーを貫く上では相手が実の親でも例外はない。必要なのは歴然とした上下関係だけだ。沢城、俺と親父、お前はどっちに忠誠を誓うんだ？俺は親父から若のことを託された人間です。その命令は何よりも若を一番に思うということでした。なら親父の動きは細かく監視して報告しろ。わかりました。大阪には天道を向かわせます。奴は荒川の親父にも気に入られていますから。天道の親分、いつお戻りやったんですか？今日の昼や。明日は頭の出所やさかいな。あれ、そうなんでっか？
仇は知らんぜ、こっちは。油売っとらんと、ちゃっちゃと仕事せ。いてまんぞ、これ。いや、やめてくださいよ。剣道さんのパンチはシャレにならないっすわ。何やと？なんでもありまへん。仕事ありますんで、ほなまた。おっと、ボーイさん、これおかわりな。あ、私も。よー、一番。スマホずっと見てたって、ミツって野郎がすぐ電話してくれるわけでもねえんだからよ。つまんねえ顔してねえで。ここは一つ楽しく飲もうぜ。うん、賛成。大阪って最高だね。だあ、もう、うるせえな。だから俺は一人で来るっつったのによ。春日さん、どちらへ？トイレ？全然飲んでないのにもう酔ったの？ミツからの電話待ちってのが落ち着かねえ。あいつ、いつになったらかけてくんだ。向こうは花から忙しいっつってたんだろ？渡瀬の出所祝いとかで。まあな、近江の本部で宴会の準備だとか言ってたな。だらね、こっちはおやっさんの件でそれどころじゃねえってのに、気持ち察しろってんだ。そもそも来るのは明日にしてくれって言われてんだろ。それを勇み足でフライングしといて文句言っちゃいけねえよ。ミツってやつもいい迷惑だろ。なんだよ、小柊とみてえに。でもよ、さっき店の中で小耳に挟んだんだが、荒川真澄が大阪に来てんの、結構話題になってるみてえだぜ。そうなのか。客同士で話してんのを聞いた。下手すりゃ荒川と渡瀬の間でドンパチ始まるんじゃねえかってな。もちろん文字通り噂話ってとこだけどな。ちょっと待った、メールだ。ん？ミツってやつからか。くそ、なんだこりゃ。どうした？ニック尾形からだ。念願のカムロップとツーショットだとよ。あの野郎、こっちの気も知らねえで。はーい、一番、写真見てくれたかい？レアなんだよ、あれ。彼気まぐれで街のどこにいるかわかんないじゃない。だから見つけちゃった時はもうテンション上がっちゃって。もういい、わかったから。え、どうしたの？あのさ、悪いがこっちは取り込み中だよ。1日か2日ぐらい連絡は遠慮してもらうぜ、ニック。取り込み中？おお、ベリービジーね。でも、why？ とにかくよ、落ち着いたらこっちから連絡する。それまでカムロップとよろしくやってね。おお、ソーリーね。でもそんなに怒って、 what happened？ じゃあな。カリカリしないでよ、ミスター一番。すまん。へっ、うぅ、カズがよ、そんなにカリカリするくらいならさっさと本部に行っちまえよ。え？こんなとこで連絡待ちしてるなんてお前らしくねえぞ。それに、もし客の噂通りドンパチでも始まっちまったら、荒川真澄の身も危ねえんじゃねえのか。おい、足立さん。そうだな。よし、行っちゃうか。行っちまうか。行っちまえ、行っちまえ。やれやれ、まったくこいつらは。なあ、天堀ってフグ料理屋多いよな。そりゃそうよ、大阪はフグの消費量の6割を占めてるんだから。だから安く食べられるお店も多いのよ。えらく詳しいな、さっちゃん。
敵地に乗り込むときは相手の研究を怠らないのよ。相手の研究ってグルメサイト見ただけだろ。るっさいわね。よし、トイレの場所はここか。どうしたナンバー。初めての街ではまず公衆トイレの場所をチェックしておくんだよ。へえ、しっかりしてんな。旅行者の知恵ってやつか。いや、ホームレスの癖だな。ああ、なるほど。なんだ。おい、いえ、わかった。やっぴー。お、田中萌実のサインがある。誰だそれ。まあ、いわゆる地下アイドルってやつだよ。へえ、ナンバそういうの好きだったんだな。別に好きじゃねえよ。一時期ちょっと興味があっただけでさ。はあ。ん？このタイプのサインを書いてるってことは、あ、これは6年くらい前のか。結構レアだな。ちょっと興味ある割には詳しすぎんだろ。いや、モエポンのこの書き方はセカンドのレコ発ツアーの時のだ。あんたも？楽しいぜ。何このビル、雑然としててちょっと怖い。そうですか。比較的整理されているように見えますが。だな、なんかしっくりくるぜ。コミジュルとホームレスハウスが基準だとそう感じるんだろうな。こんなところにサッカーボールとゴールがあるぞ。ちょっと蹴ってみてくれよ。ナンバーを。ボールをだよ。なんでお前に蹴られなきゃならねえんだ。冗談だって。よし、じゃあボールをゴール前にセットして。うん、どうした。いや、ゴール裏のマチキンの看板が気になって蹴りにくい。本当だ。何、ハローユキチくんって。ゴール裏のせいで蹴れねえとはアウェイの洗礼ってやつだな。 PK って難しいぜ。体調万歳。さっき通りすがりのおばちゃんから兄ちゃん、え、服着とるなって褒められちゃったよ。へえ、ちなみにそのおばちゃんの方はどんな服着てたんだ。全身ヒョウ柄だったね。
なかなかのインパクトだった。いかにも大阪のおばちゃんね。そのおばちゃんは蝶に同じセンスを感じたんだろう。んー、それって喜んでいいの？ガンガンいけるぜ。こっちの人の会話って結構漫才みたいだよな。うん、確かにボケとツッコミに分かれてたりするしな。バシッとツッコミ入れたら気持ちいいだろうな。よし、さっちゃん、何かボケてみてくれ。え、私？おう、どんとこい。って振りが雑でボケられへんわ。ツッコミを入れられてしまった。春日はボケの方なんだな。おしゃれな川沿いね。見て見て、このベンチとパラソル、ゆっくりくつろげそう。偉人町の桜川沿いだって似たようなもんじゃねえか。そうかな。くつろぐような川じゃなくない？いやいや、くつろぐどころか俺は熟睡できてたぜ。それはなんちゃんのホームレスハウスが桜川沿いにあっただけでしょ。ミツカ、遅えよ。いつまでほったらかしにする気だよ、これ。すいません、兄貴。こっちもなかなか一人になれなかったもんで。今どこにいんだ、お前？近江連合の本部施設です。先乗りしてきた幹部たちに食事の手配とかやらされてるとこで。出所祝いの前夜祭ってか？さっきからひっきりなしに出前が出入りしてんのが見えるよ。え？見えるって？兄貴、じゃあもしかして今？おう、呼ばれる手間省いてやったぜ。こっちも近江の本部に来てる。すぐ目の前だ。なんで来ちゃってるんすか。もう荒川のおやさんも中にいるんだろう。いますよ。いますけど、もう少し待ってください。手が空いたら俺の方でこっそり会える場を手配しますから。そう言われてもう何時間待たされてると思ってんだ。だから俺の連絡を待ってから横浜出てくれって言ったじゃないですか。言ってたような気もするな。気もするって俺はちゃんと言いましたよ。でも来ちまったもんはしょうがねえだろ。俺の気持ちも察しろ。とにかく一度そこは離れてください。本部の連中にも兄貴の顔を知ってるもんがいるかもしれません。やばいですって。全然やばくねえよ。近江の連中がうろちょろしてるようには見えねえ。さっきから見えんのは出前のあんちゃんたちだけだ。なんならそいつらに紛れりゃスルッと入り込めそうじゃねえか。入り込むって本部の中にですか？冗談言わないでくださいよ。メズ、俺はおやさんと早く会いてんだよ。カムロ町であの人に撃たれてから俺はずっとそればっか考えてたんだ。わかるだろう。もういい。おめえが止めても俺は行くぞ。待ってくださいよ、兄貴。おやさんは本部のどの辺にいるんだ。いや、だからまだ教えねえつもりか。そうかそうか。じゃあ中にいる人間から無理やり聞き出すだけだな。喧嘩になっちまいますよ。おお、おやさんが見つかるまで片っ端から全員ぶちのめしてやる。兄貴。でもお前が教えてくれりゃ揉めねえように努力する。それ約束するぜ。おやさんは本部の奥竜の間って部屋にいます。竜の間だな。一人でいんのか。いえ、客人と一緒です。三人ほど。分かった、ありがとな、ミツ。兄貴、マジでやるんすか。よし、おやさんの居場所が分かった。強引に聞きやがって。じゃあ行くか。待ってくれ。行くのは俺一人でいい。大丈夫だな。あみんな、俺ここまで付き合ってくれただけでも感謝してんだ。今ここで抜けてもらって構わねえんだぜ。おいおい、今さら何言ってんだよ。そんな水臭いこと言われるとなんか悲しいな。その通りだ。俺ら観光で大阪まで来てるわけじゃねえぞ。いいもの持ってきたよ。
かもちがあったから拝借してきた。まあ大阪は楽しませてもらったけど、俺だって観光に来たわけじゃないよ。これでスムーズに侵入できればいいですね。みんなありがとうよ。おれーおれー、奥や奥、まっすぐ行って奥の駐車場に入れてくれ。これは控えっすな。場所わかるか。わからん。おい、誰が案内しとってや。ねえ、こっちやで。出前の人たち足元を気ぃつけてな。ほんまみんな腹すかしとるさかいな、出前を首長押して待っとったんやで。あと何台止めれんねん。あ、誰か確認せや。おい、酒井はまだかいな。酒井が来とるんちゃうか。おやさんは奥にある竜の間ってとこだ。みんな怪しまれんなよ。ねえ。ああ、何やお前ら。え、ああ、竜の間に行くとこなんすけど。竜の間やったらそこの階段上がったとこやけど、お前ら代行に呼ばれたんか。代行、荒川のおやっさんっすよね。ええ、そうなんすよ。代行が呼んだなら誰か案内のもんをよこすはずや。なんで案内のもんがついとらんのや。いや、どうなんすかね。今日は皆さんお忙しいようですし、俺ら直接入っていいって言われたんですけど。そんなわけあらへん。よそもんが勝手にうろついてええ場所とちゃうで。誰に代行の部屋に入ってええって言われたんや。どこの組のなんちゅうやつや。いや、誰だっけな。怪しいの。おう、もじゃもじゃの。お前、名前は。俺は荒川組のもんです。名乗るほどの名前はありませんけど。余計なこと言わんで名前を言え。さっさと言え。春日です。春日一番。おい、アドリブしろよ。もう遅え。仕方ねえだろ。ふん、なんやめでたい名前やの。よく言われます。助かったってか。代行がカムロ町で撃ったやつや。何しに来たんや。笑え。バレてんじゃんか。今ならこっちの方が人数が多い。やっちまうか。ああ、一気に行くぞ。やる気か。中東やおもろいやんけ。オーケー、そこやれたもんだ。おい、隠すんだ。よし、これでいい。行こうぜ。くせ者、出会え出会え。中とこか。まずいとこ見られちまったようだ。よう来たの。俺は退屈すぎて危うく死ぬとこやったんや。おかげで
やーっと出番ちゅうわけや。やるぞ春日、仲間を呼ばれる前にこいつらも片付けねえと。ふん、仲間を呼ぶか。それやったら安心せえ。俺らにはそないな、みっともない真似はできん。そいつはいいね、助かるよ。みんなあんたらみたいだといいんだけどな。この貫禄、幹部クラスかな。なかなか人を見る目あるやないか。おい一番、なんかこいつら普通と違うぞ。わかってる。さすがは近江連合の総本山って感じ。ようやくその実感がありますね。エオ、眼帯のノリの良さげなあんた、なんや。昔東条会に固めの狂犬ってのがいたんだけどよ。ふん。まさかあんたじゃねえよな。さあどうなんかの。もしあんたがそうだとしたら、それがなんで近江の本部にいるんだろうな。聞きたいことがあるんやったら力ずくで聞いてみや。そないなこと言うて体なまっとるんとちゃうか、真島の兄弟。アホ抜かせ兄弟。何年この日を楽しみにしてきたと思うとんねん。久しぶりの喧嘩や。さっきから体がうずいてしゃあないわ。行くで、真島五郎かき。楽しみや。ええやん、思ったより楽しませてくれるやないか。こっちも楽しませてもらってるよ。化け物だぞこいつら。ただのネズミとはちゃうな。もうお互い遠慮はいらんちゅうわけや。今まで何か遠慮してくれてたっての？みんな聞いてたな。こっちもそろそろ本気出していくぞ。そこまでだ。喧嘩の続きは明日まで取っといてくれねえか、イジ。おい、もしかしてあいつが。ああ、荒川だ。おやっさん。イチ、こちらは東条会六代目堂島会長だ。東条会の六代目。六代目、あいつがうちにいた男で一番です。東条会荒川組、春日一番。堂島大吾だ。そちらは真島五郎、そして冴島大我。なんや、やっぱり味方やったんか。大きにな、六代目。おかげでこの喧嘩不完全燃焼や。だから本番は明日だって言ったでしょう、真島のおじき。もう少し人の話を聞いていただかないと。おい、どうした二人とも。またやるつもりなのか。
手出しはさせねえぞ、荒川。大丈夫だ。俺も一応打ったら死ねえよ。どうだかな。だったら俺らに信じさせてくれ。ああ、言葉を尽くさせてもらう。みんな入ってくれ、竜の間に。続きは今度やな、春日一番。座ってくれ、イチ。よかったらそちらの皆さんも。それじゃ失礼します。会長はじめ真島も冴島もこちらのお三方は長いこと姿を隠していた。2年前のカムロ町産経作戦以来ずっとな。今この部屋にいることを知ってるのも俺とお前たちだけだ。カムロ町の産経作戦って若が始めた浄化作戦でしたよね。ああ、お前も知ってるだろうが、あれが成功した陰には東条会の内部情報があった。知事になった正人にこの情報を漏らしていたって噂は聞いてるだろう。情報を漏らしていたのはこの俺だ。六代目が何も言わねえとこ見ると何か裏があるんですよね。あるんでしょ六代目。おい、イジ。いいんだ、俺からきちんと話す。荒川の親分は東条会を裏切ったわけじゃない。東条会の内部情報を漏らしたのは俺の了解を取った上でだった。え、俺が頼んで荒川さんには欲深い非情な裏切り者を演じてもらったんだ。そしてそれが結果的にお前を銃で撃たせることにもなってしまった。荒川の親分を責めるんじゃない。説明はそれで終わりじゃないですよね。そこまで言ってくれたってことは全部話してもらえると思っていいんですね、六代目。ここまで押しかけてこられちゃもう逃げられないからな。いいですよね、荒川さん。来た甲斐があったな、一番よ。事の始まりは正人が青木亮として都知事にまでなった時だった。あいつはカムロ町産経作戦で東条会を潰すための内部情報を荒川組によこすように言ってきた。もし断れば暴対法をどうにでも使って組が潰れるまで何度でも俺を逮捕させると脅しをかけてな。若が親さんにそんなこと。ああ、そして俺が困っていたところに沢城が提案してきた。正人の要求を飲むことで荒川組の存続に目こぼししてもらう取引をすべきとな。正人に従えば組を追い込むような真似まではしないはずだと。沢城は正人を俺よりも甘やかしまうところがある。だが俺は即断しなかった。いや、できなかった。筋の通った話じゃねえからな。だから正人から頼まれた話をありのまま六代目のお耳に入れることにした。もし俺が正人の頼みを断ったとして
マサトはおそらく他の組に同じ脅しをかける。そしていずれは登場会の他の誰かが組織を裏切るはずだ。そいつを見過ごす気にはなれなかった。それにこちらの会長はマサトとは世代も違い、若い人間の考えることは若い人間に相談するのが正しいんじゃねえかって考えたんだ。実の親子の縁ってのは抜きにしてな。六代目もジジイ殺しやな。そのジジイの中にはお前も入っとるで、兄弟。もし登場会の情報を引き渡さなければ、荒川さんは何らかの難癖をつけられて逮捕されてたろう。暴対法は解釈の仕方次第でヤクザをどうにでもできる法律だ。結局政治家や警察の一部官僚が都合のいいように暴対法を使って極道を好きに動かせるのが現状なら、今の極道のあり方には何の価値もない。いずれ大門を掲げることはむしろ連中の奴隷であることの証ってことになる。登場会の大門が奴隷の証？ふん、言い過ぎたか。だが今の流れが行き着く先はそこだ。そして実際にそうやって刑務所に送られていた男がいたな。警察の嫌がらせに逆らった下っ端組員の使用者責任を問われて刑務所に行った男、それが近江連合若頭渡瀬勝。日本最大の極道組織を動かす事実上のトップだよ。明日出所し次第この近江連合本部へやってくる。その時を迎えるために今まで俺たちは姿を消してきた。渡瀬の出所を待ってたって、何をする気なんですかあんたらは。まさか渡瀬っての恐るとでも言うのか。そんなことをして何になる。はい、確かに。じゃあ何を。日本の二大極道組織近江連合と登場会を解散させる。その届けを出すと渡瀬に宣言してもらう。はあ、解散宣言？近江と登場会が。渡瀬も俺と同じ考えを持っている。無所の中で心変わりさえしてなきゃな。解散って、そんな真似されたら現役の極道が黙ってねえんじゃ。ああ、明日はここで何が起きるか誰にもはっきりした予想は立ちゃしねえ。だから一人でも多くの味方がいるんだよ。それも絶対に信用できる味方がな。店がそう言ってなかったか、一番。あ、なるほど、昨夜はそれでおやっさんと話ができたってわけですか。ったく、もう俺が手回すの待ってくれりゃスムーズにいったのに。俺の性格は知ってんだろう。待たせたおめえが悪いんだ。真島さんや西島さんとやり合っちまうなんて、話聞いた時はもう生きた心地がしませんでしたよ俺。他に失礼はなかったでしょうね。うるせえな、余計なお世話ない。梅には関係ねえだろ。とにかく今日はこれから渡瀬の頭が出所した本部に来ます。おやっさんも登場会のあの人たちもこの日のために長いこと耐え忍んできました。あとはもう手はず通りに動くだけなんで。手はず通りにか。これからやることがおやっさんの信じる正解だって言うんなら俺もそいつについてくさ。兄貴、今日これから起きることにおやっさんも命がけでやってきたんです。そして俺たちには今一人でも多くの味方が必要です。兄貴、本当に力を貸してもらえますか。まだそんなこと言ってんのか。もう俺の腹は決まってる。異人町の仲間たちもやる気満々だ。どうせここまで来たんならしっかり祭りに参加するってな。
そこまで乗り気で言ったわけじゃねえけど、一番が言うなら俺らも付き合うだけさ。じゃあ準備ができたらタクシーで本部にお越しください。俺が出迎えしますんで中にはすんなり入れます。それじゃあまた後ほど。おい、あいつ名前なんだっけ。天道だ。近江の頭補佐だな。あいつどっかで見たんだよな。どこで。ごちゃごちゃ抜かすな。どないだっとるんや。なんで踊れがここにおる。どないして入り込みよった。天道、そいつら通してやってくれ。俺の客だ。客でっか。せやけど大工、確かこいつは俺の銃弾を真っ向から胸で受けてくれた男でね、今日は頭の出所祝いに時刻から駆けつけてくれたんだ。ほう、そいつは感心でさ。ほな、もしこいつが何か問題を起こした場合はあんたがきっちりケツ持ってくれるっちゅうわけですが。受け合おうよ。今日は何が起きるんや。楽しみにさせてもらうで。期待していいぜ。何しろ近江連合がひっくり返るような騒ぎが起きるんだ。何？偉人町でしたこと、今度はあんたらがされる側だぜ。思い出した。あれは元スーパーヘビー級のボクサーだ。挑戦者からの八百長に乗って結局支払いを渋った連中を殴り殺したっていう野郎だ。おお、あったな、そんな事件。あいつがそうだったのか。いいか、カムロ町に送り込まれた近江連合の幹部は全体の約半数。蒼天堀に残ったいわゆる由緒正しい幹部たちは全員本部のホールに渡瀬の出所を祝いに来る。その時渡瀬は懐に書状を用意しているはずだ。
わずかな人数で私たち関西近江連合が立ち上げられたのは100年以上前になります。創世記には敵対する組織との抗争も引き起こし、多くの人命が失われた歴史もあります。地域住民の皆様におかれては、我々に対して恐怖感、威圧感を抱かれた方々も多く、誠に申し訳ございませんでした。つきましては、現会長および組若頭、渡瀬勝の連名により、本日をもって関西近江連合を解散いたします。う、嘘やろ。大阪府警本部長殿。どないなってますやん頭、何言うとるやん。東条会六代目堂島大吾だ。東条会？なんでそんなんがここに。東条会も近江連合と同じく本日をもって正式に解散する。俺と渡瀬さんは互いに今回の組織解散の見届け人だ。このことは病床にある近江連合会長並びに若頭代行荒川真澄も了承している。アホ抜かせ、やるわけやるかい。ボケ三つがそう言ってなかったか一番。思い出したか。ええ、でもまさか東条会と近江連合の同時解散なんて。ああもちろん、それがトップの決断だとしても組員の多くが反対する。結局頭がすげ替えられただけで新たな後目争いのドンパチが起きることにもなりかねねえ。だから根回しする時間が必要だった。根回しってそんなの誰がどうやってやるんです。それを六代目が絵を描いてくださったんだ。正確には俺と渡瀬がな。渡瀬も俺と同じく極道の未来に憂いと疑問を持っていた者同士だ。そして同時解散という結論を互いに出した時、問題となったのは日本最大の極道組織近江連合をどうやって穏便に解散させるか、その一点だった。真っ当に直参幹部を集めて相談したところで受け入れられるわけがない。しかも神室町参詣作戦と前後して大阪では渡瀬が刑務所に入ることになり、トップ不在の状態になっていた。下手に動くとクーデターも起こりかねない。ですよね。そして考えたことは参詣作戦を逆手に取ることだった。逆手に取る。それには二つやるべきことがあった。一つは参詣作戦を成功させることだ。成功させる。そのために荒川さんには東条会の情報をあえて漏らしてもらい、神室町から東条会を追い出す流れを助長してもらった。そしてその参詣作戦はあっさりと成功する。まあ青木は自分の手柄に思わせたつもりだったろうが、真実は我々がそれに乗ってやったまでということだ。なるほど。そして俺が六代目に頼まれた二つ目とは、欲深く非常な東条会の裏切り者という立場を死んでも演じ続けること。そして東条会が消えた神室町に近江の連中を引き込むことだった。荒川さんは見事に蒼天堀で巨大になりすぎた近江連合の力を半減させることをやってのけた。そのおかげで今この蒼天堀にいるのは神室町に半数以上の兵隊を持っていかれた近江連合ってことだ。じゃあ親父さんの狙いはまさに今この状況を作るため。そして期限も間に合わせてくれた。渡瀬の出所日、同時解散宣言の日に。ほら、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 ほ
どれ渡せ、この裏切り者が。今日のために念入りに研いできたんやで。最初の餌食になるのは誰なんや。やっぱ登場界伝説の幹部は一味ちげえな。感心してる場合かよ。こいつらが全員近江の幹部か。神室町に半分行かせてもこんなにいるんじゃねえかよ。そんな嬉しそうな声あげんなって。嬉しかねえよ。わしらはこれから大阪府警に解散届を出しに行く。文句が出るのは百も承知や。せやけどな、踊れらも極道やったら力ずくで止めてみる。なるほど、そういうことやったんですが、荒川天道。来ないな喧嘩、一生に一度きりや。そしたらとことん楽しめる方につかな。おもろないわな。お前も裏切るんか天道。味方になると頼もしいね。それでも全然手が足んねえって。だから俺らまで駆り出されたんだろう。ここで俺の都政も終わりだな。でもそれを一世一代の大喧嘩で締めくくれるわけだ。伝説の極道たちと一緒によ。くそ、血がたぎるってもんじゃねえか。帰ってきよったな、堂島の竜が。あんたが見つけたのか、あの人。あの人？何を言うとるんや。そいつは臨時雇いのただの用心棒や。名前も知らんで。こっちは任せろ。お前ら前だけ見てりゃいい。後ろは俺が死んでも守る。誰だか死ねんが美味しいとこ持っていけやる。全部けやったぜ。
じゃあな、春日、一つ借りとくぜ。よう、イチ。大家さん、すみません、体のやつが言うこと聞かなくて。寝たままで構わねえよ。お前のおかげだ、イチ。お前が仲間連れてきてくれなきゃ危ねえとこだった。いえ、仲間のおかげっすよ。そうか、いい仲間を持ったな。うん、いいことだ。おやっさん、今まで本当によく生きててくれたな、イチ。おやさん、待てよ、なんだそれ。あんたが六代目をずっとかくまってたって。イエスね、さっきからそう言ってる。オーケー、言ってる意味がわかんねえよ。ま、必要以上に金があるといろんな方面にツテができるもんでね。六代目の大悟くんとは親しくさせてもらってたってわけ。とは言ってもドライな関係ではいたいんだけどさ、カムロ町参詣作戦の時に助けがいるって頭下げられちゃってね。じゃあ、真島さんや西島さんも？もちろん。伝説の極道たちっつっても案外気さくなもんだったよ。俺んとこにいる間はさ。ところがそんな彼らを奇遇にも別口で会った一番が助けることになるなんてね。助けるなんて、俺らは大したことしてねえって。まあ、おやさんたちに胸借りて無我夢中で喧嘩を楽しませてもらってただけだ。一世一代の喧嘩をな。おお、一番くんはおやっさん大好きだよね。おお、今日は二人で会うんだ。デートってとこだね。おお、デート、今度その話を聞かせてね。ああ、たっぷりのろけてやるから覚悟しとけ。そっちが先約だったのに悪いな、イチ。星野会長とはもう40年ぶりだよ。そんなのから誘われちゃ断れねえからな。いや、だからもういいですって。相手が平安楼の北京ダックじゃ俺に勝ち目はねえし、そもそも俺なんかがおやさん飯に誘うのが身の程をわきまえてなかったっつうか。バカ野郎、俺はこの年で何の肩書きもなくなったただのジジイだぜ。飯食う相手に身の程もクソもね。近江連合の解散届が出されて、蘇天堀は落ち着いているんですか？まだみんな戸惑っとるみてえだな。近江の区民たちも町の肩書きの皆さんも、100年続いてたもんが急になくなっちまったんだ。それは当然だろ。近江の跳ねっ返りが暴れたりはあってもたかが知れてるだろうな。解散届をあれだけの大人数で止められなかった言い方は悪いが、奴らのメンツは今回の一件で丸潰れ。そんなのが今さら騒ぎ立てたところで恥の上塗りだ。そこまで見越しての計画だったんですか？
いややれることをやった結果ってだけの話だ。先を見越すだなんだってそんな余裕俺にはなかった。ところがそんな風には見えねえから親さんは役者なんすよね。蒼天堀の一件でマサトは怒ってるだろうな。怒り狂ってるはずだ。何の相談もなくあいつが後ろ盾にしていた近江連合を解散させたんだからな。あいつの癇癪だけは俺も昔から弱らされたもんだ。はあ、いくつになってもそういうもんは変われねえもんなのかね。親子ですからね。だがそうのんきなことも言ってられねえ。え？六代目は私はあいつが都知事になる前からヤクザ組織の解体を考えてた。むしろマサトが俺に東条会を売るように迫ったことでその計画が早まったって見方もある。マサトは自分の権力が膨れ上がる味を知っちまった。いい加減それがでかくなりすぎる前に止めてやらねえとあいつは身を滅ぼす。きっと手にしたもの全てを失ってしまう。そんなあいつの姿を俺は見たくねえ。さあそろそろ行くか。おやさん。ん？さっき何の肩書きもなくなったって言ってましたよね。じゃあこの先大家さんはどうする気なんですか。これから何を。六代目や私たちは組織を解体した後やっぱり極道でいることしかできねえって人間が山ほど出ると思ってる。実際にはそうだ。そういう行き場のない奴らのためにいずれ何かしら方法的な受け皿を作りたいと言ってた。その時期が来たら俺もそれを手伝ってみたい。なるほど。じゃあ体は空いてるんですね。なあ何して時間潰していいか分からねえ。定年迎えたサラリーマンってなこういう気持ちなのかね。また俺をおやっさんの子分にしてくれますか。ひし、おめえ、俺はおやっさんの子分でいる自分が一番好きなんですよ。16の年に命助けてもらって以来ずっとです。俺はお前をマサトの代わりに無所に生かしたんだぜ。18年もだ。組のためだと嘘までついて。でも納得して入ったんですから。その上出所してきたお前を俺は銃で撃った。でも助かると見込んでのことですもんね。いや、お前が生きて戻ってきたのは全部お前自身の力だ。俺がお前にしてやれたことなんていくらもねえ。いくらもねえどころか恨まれてもしょうがねえことしかやってねえんだ。じゃあ俺に少しでも悪いと思ってんならまた俺を子分にしてくださいよ。
何一お前ソープの桃源郷で生まれたんだっけな。ええ、そうらしいです。でもすげえ話だよな。俺にはその話がトラウマになっちまってる。え？夢を見る時があるんだ。夢ですか。ああ40年前の大晦日、あかねがあいつが赤ん坊を産んでる場所は桃源郷なんだ。まさかがソープで、そんなわけねえのによ。やめてください、恥ずかしいっす。恥ずかしいことなんてねえ。お前は地に足をつけてしっかり生きてる。生まれた場所なんて関係ねえ。ありがとうございます。会いたいか、父ちゃん母ちゃんに。どうなんすかね、わかんねえっす。知らねえことがもう当たり前なんで。苦労したんだもんな。俺が言えたぎりやねえが。夢で見た話なんだ、全く不毛だな。見送りはここまででいい。また明日な、イチ。出れないんでメッセージをどうぞ。青龍会の星野だ。春日、これを聞いたらすぐに電話をくれ。今朝方、荒川の死体が港に上がった。